はい、こんにちは、田尻彩子です。この動画ではですね、夢を叶える人の9割に訪れる3つの試練について話をしていきたいと思います。で、やっぱりですね、これパターンなんですけど、自分が叶えたいことに向かって行動していくとですね、いろんなことが起こります。で、それに対する対処法がですね、分かるようになったりとか、あと今悩んでる人もこれはうまくいってるサインなんだなっていうのが理解できると思うので、ぜひ最後まで聞いていてください。で、まず1つ目なんですけれども、人間関係の入れ替わりっていうのが起こります。で、特に最も応援してほしい人にですね、理解をされなかったりとか、あとは、周りのですね、同僚とか友人に、一体あなた何やってるのとかですね、中には足を引っ張ってくる人とかですね、あなたが成功しない理由を、とうとうと語ってくる人とかも出てくるんですね。で、これはもう怒ると思ってください。そして、必ずこの、入れ替わりっていうのが起きます。で、やっぱり成功していくにつれてですね、付き合う人とか話が合う人とかですね、心地いい人っていうのがお互いですね、これは変わっていくわけです。で、そういうふうに人間関係が入れ替わっていくと、例えばビジネスの仲間も変わってくるし、自分がすでにですね、なりたい姿を叶えてる人に、学ぼうと、メンターって言われる人ですね、そういう人とお付き合いしていくことで、普段、生活話をする人、例えばメールする人、電話する人、休みの日に会う人っていうのは変わっていきます。で、時々ですね、これに対してやっぱり、人間関係は変わっていかないといけないから、前の人間関係はもう切り捨てなさいとかですね、私はそこまで強引なことはしなくてもいいと思います。なんかずるずる引っ張られるようだったらそういうのもありですけど、で、そうじゃなくてですね、アポイントを取らなくなるというかですね、お互い居心地が良くない状態になっていくので、自然と連絡取らなかったり、取らなくなってって言ったりとか、頻度が減っていったりとかですね、していきます。で、自然にですね、やっぱり自分の会う人と会う時間が、増えてくると思うので、自然に任せてればいいかなと。で、ただ過去のその過ごしたですね、時間だったりとか、本当はですね、やっぱり、そういうですね、自分を今まで応援してきてくれた人とかですね、信頼してこれからも一緒に歩んでいきたい人とかと離れていくのって結構苦しいことだと思うんですけれども、で、それもですね、ちゃんと縁があれば後からつながってくると思うんでですね、なので、しっかりですね、理解してほしいと思ったら、その分ですね、言葉で言うんじゃなくって、行動で示して、で、結果を出すことでですね、示していけばいいんじゃないかなと思います。そして2つ目ですね、2つ目が、行動していっても手応えがない時っていうのが訪れたりするんですね。例えば、ビジネスのためにこうなりたいっていうもののために、コツ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 自分で行動していったらですね、なかなかいい結果が出てきたぞと、で、このままやっていけばうまくいくんじゃないかって思ったりとかするんですね。でも、これをやっていってもある時、成果が見られないと、行動は繰り返してるんだけれども成果が見られない時っていうのが来たりします。で、多くの人がここで諦めてしまうんですね。で、これはですね、私も教えていただいたことがあるんですけれども、必ずこういう時は来るそうです。自然の法則でですね、で、踊り場の法則って言うんだよって教えていただいたんですけど、こうやって成果が出てくる、目に見えて自分は進歩してるなっていうのが分かるかと思ったら、全然進歩が見えないと、自分が今やってることって無駄なんじゃないか、何やってるんだろうっていう風になって、で、これを超えることでもう一回進歩する段階っていうのが来るということですね。で、これはもう本当、私の周りの起業家成功者もみんな経験してますし、私も経験してます。で、ダイエットとかもそうですよね。体重が順調に落ちてくるかと思ったら停滞期って言われる時期があって、全然どれだけ頑張っても体重が減らないと、むしろちょっと増えてる、で、不安になるんですね。で、モチベーションが下がって、で、行動継続できないということが結構あったりするんですけど、大事なのは、成果が出てる時にどんな行動してるかも大事なんですけど、もっと大事なのはこの成果が出ない時にも、同じような行動を続けられるかとかですね、あとはプラスアルファ、改善したりとかですね、自分がこの出来事を自分に何を教えてくれてるのかなと、じゃあここ改善できるんじゃないかとか、あとはもっとうまくいってる人を研究してみようとかですね、こういう時にアイデアとか創造性が生まれたりとかするんですよね。で、一緒くたにですね、成功するっていうのも、なんていうのかな、
悪いってわけじゃないんですけど、こう工夫だったりとかアイデアとかですね、生まれなかったりするんですよね。でダイエットとかも、あの体重が減らない時期ってあれすごい大事な時なんですよ。その時に、まあ、体が変化を起こしてるわけですよね、痩せてるって。それに対して、対応してる時、例えばあの一気に急激に痩せてしまうとですね、皮が例えばこう太って伸びてるのがですね、痩せてしまうと皮がこうダルダルになったりとかですね、綺麗な痩せ方がしない、皮が引き締まる時期だって言われてたりですね、必ずその、まあ、踊り場の法則うまくいかない時期っていうのは必要な時期で必ずあることなので、なのでそこをですねちゃんと、まあ、耐久レースだと思ってしっかり行動を継続するっていうのが大事です。そして3つ目なんですけど、まあ、2つ目にも関係してくるんですが、謎の不安感に襲われると思います、はい、これは例えばさっきの、停滞してる時期もすごく不安になりますし、そうじゃなくても例えば人ってですね、あの成功しないのも怖いんですけど、成功するのもすごく怖いんですよ。何かっていうと、人ってあのホメオスタシスとか恒常性一定に保ちたいっていう欲求があるんですよね。で自然界では、いかにですねこう変化しないかっていうのがまあ安全だったりするので、人間って新しい環境に飛び込んだりとか環境が変わるのってすごく実は怖いことだから、成功も怖いことなんです。なのでこの謎の不安感が出てきたらですね、それは正常なサインなので、自分がちゃんとチャレンジしてる証拠だと思ってください。なのでまあこの3つですね、人間1つ目が人間関係の入れ替わり、2つ目がやっても手応えを感じない時期が来る、そして3つ目が謎の不安感ですね。この3つが出てくるのは順調に進んでる証拠なので、あ、自分はうまくやってるんだと思って、まあそのまま進んでいってください。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました、もしよろしければぜひ、今後もですねお役に立つ情報を出していきますので、チャンネル登録をお願いします。